昨日でだいたい1000人前ぐらいで、今日も1000人前ぐらい用意したんですけども、なんかこの調子だと多分2時3時ぐらいに売り切れるんじゃないかなと思ってます。大変盛況です。もうここで福島でやるってことで、もうぜひ参加して、何かその福島から元気にしていきたいなって思いもありまして、で餃子っていうのはすごいパワーがあると思うんですよ。で、まあ、当然食べても栄養にもなりますし、だからこれだけの人も集まるっていうのはすごい、まあなんか福島が元気になる一つのね、活性化につながる、まあ、そこにつながる一つのね、あれになればいいかなと思いまして、今回は参加。この餃子万博自体はですね、今年で3回目で、一番初回が浜松さんで行われて、昨年が三重県の津で行われています。で、まあ、本来ですと今年は他の開催地ということもあったんですが、震災、3月の昨年の震災があって、まあ、ぜひ福島復興したさせたいという全国のですね、餃子の町の皆様のご好意がありまして、今回福島での開催ということになりました。3月の大震災、それもの原発事故以来ですね、やはり福島はいろんな意味での災害に見舞われてますし、その中でも一番今問題になった風評被害が非常に多く我々に影響を及ぼしています。で、私たちとしては福島自体は今安全でいますし、我々普通に生活をさせていただいてますので、まあ、福島の食文化のですね、安全安心というものをもうちょっとぜひ全国の人に分かっていただきたいというふうに思いますし、あとその中でもう一つ私たちが懸念しているのが、まあ、風化ということがですね、全国的に起きているということで、まあ、こういうイベントを通して全国に忘れないでいただきたいということで、それも発信という意味で今回のイベントを企画しています。福島は円盤餃子というのは非常に有名でございます。ぜひ見ていただいて食べていただければと思います。今まで来たことなかったんですけど、たくさん来たくなります。で、もっともっと知りたくなります。たくさん機会を作ってたくさん来たいなというふうに思います。